トへの、ご協力もお願いをいたします。スマホで、アンケートは、お客様は座席前に QR コード、ございますので、 QR コードからもう一回前行きます。 QR コードを読み取っていただきまして、アンケートの方お願いをいたします。次はトヨタ九州神戸工場前、トヨタ九州神戸工場前です。お降りの方はお近くのボタンでお知らせください。この画面が今乗務員の、前の乗務員の、状態を上から、撮っております。今回はリアルタイムで、乗務員の、状態を映しております。発車します。お捕まえください。次はトヨタ九州間の高速で、今、自動運転で発車いたしました。乗務員はハンドルとは握っておりません。お知らせください。止まる時のですね、停止の方法もですね、2つあります。今停止しているのは、この上の信号機のデータを受け取って止まっている状態です。今がこの状態ですね。で、もし信号機でも前に車がいた場合はですね、この車間距離というのを取らないといけないので、あくまでもこの前の車に対して6メーターから7メーター、間隔を空けて止まりなさい。ですから信号機よりもこちらの前の車を優先してこのバスは止まるように設定をされております。というのも信号が青になってもこのバスが車が行かなければ南方バスにですね進行しなさいという指示が出ても
前に追突しないようにですね、そのために、信号、車間距離というもので止まりなさいってなっております。で、分かりましたので、これより早速右折してまいります。電波が来るんですけど、
ここ今上にですね、高架、今道路の高速道路からの延長線で今こういう道路を作ってるんですね。で道路を作ってるとどうしてもこの下に入ってくると電波が非常に弱くなります。で弱くなってくるとこのバス自体がですね、右に寄ったり左に寄ったりと不安定な動きをしてしまいます。でその不安定な動きを解消するためにですね、この道路の下に磁気マーカー、磁石を埋め込んでいます。でこの磁石をですね、このバスの下についているセンサーで読み取りまして、そして、GPS と同じ機能で運行しております。今ここずっと磁気マーカー、画面ここに磁気マーカーで出てます。磁気マーカーというところを磁石を読み取って今走っております。間隔で約600個ほど地面に埋め込んでおります。で今もう右手の効果がなくなってきましたので、まもなく、GPS、 今 GPS になりましたね。 GPS へと、また変更、変換してまいりました。でこの取り組みの中でですね、ほどございまして、実験の中でですね、今までずっと来てました信号機による、電波を受けての、信号強調システムですね。それと、今から体験していただきますけど、この自動実験バスはですね、全国で約5カ所ほどで、順次行っているんですけど、通常自動実験バスというのは最高でも大体もう20キロ、30キロほどしか出せないんですね。でもこれは九州では、まあ、全国で初めて50キロまで出るように、設定しております。50キロというのはもう実験場の中では一番速いスピードになります。他の実験のところに行ってもこんなスピードは体験できません。これはもう非常に非常な体験になります。まもなく50キロになります。今45キロですね。今50キロになりました。でこれから50キロまでスピードを上げていきます。50キロで運転してますけど、運転手は一切ハンドルには手を添えておりません。自動走行実証実験バスをご利用いただきましてありがとうございました。
乗り降りの際は足元にご注意ください。このバスは北九州空港行きバスです。はい、お願いします。発車するときだけですね、乗務員が右後方から来る車がいないかを安全を確認してから発車いたします。ここにですね、発車用の再発車用のボタンがあります。このボタンを押すことによってまた自動運転で発車はしております。でまた50キロまでスピードは上がっていきます。でこれから先がですね、北九州空港までの連絡橋にかかってきます。この連絡橋は左右海ですから、当然風が強いところになります。今だいたい風速でですね、吹き流しを見る限りではもう15メーター近い、13メーターから15メーター近い風が吹いてます。これだけの風が吹くとですね、通常何もノーマルの普通の車でもですね、横風を受けてですね、結構ハンドルを取られる風になります。レベル2になります。当然運転
選手は、ハンドルのところに手を添えてますけど、通常走るときは全て、アクセルもブレーキもハンドルも、自動で動いても動くと。で、万が一何か危険なこと、そういった障害物等があるときに上手運転手がハンドルで操作をする。急な飛び出しがあればブレーキを踏むという、段階がレベル2でなる。ホンダさんの車、レジェンドかなんかがレベル3という、これより1個上の、認可を受けました。ただし、レベル3といっても条件がありまして、高速道路上で50キロ以下、渋滞ですよね。渋滞したときにレベル3、今日はもう何もしなくて、まあ、もう呼んだり、携帯電話を扱ったりと。しても走れますよというのがレベル3で、条件付きですね。それがレベル3ということで、ホンダのレジェンドという車が、認可を取っております。だからなんぼレベル3といっても高速道路をバンバン走れるわけではありません。あくまでも条件付きですね。ハンドルを握ってなかったですね。もうハンドルも握らない、アクセルもブレーキも何も触らないという状態で来ましたけど、乗り心地はどうでしたか？なんかこれ自動運転って、これなんか違うよねっていうような感覚になる。普通のバスじゃないのっていう感覚になったんじゃないかなと思いますけどね。あの冒頭、ご説明しましたけど、アンケートの方でですね、ご協力をお願いいたします。皆さんのですね、貴重なご意見が今後の、自動運転にですね、反映してまいりますので、何でも結構です。思ったことをですね、書いていただければ、結構ですので、よろしくお願いをいたします。この先がですね、ちょうど横断歩道になります。横断歩道、信号機がございませんので、ここは乗務員が、自分で目視して確認をして、もし横断歩道上、歩行者等がいた場合は必ずブレーキを踏んで回避するというところになっております。今誰も、回避することもなく通過しています。バスが止まってるからですね、自動ブレーキがかかっております。はい、こういう障害物というか危険なものがあればこうやって必ず止まるようになってます。安全を考慮してですね。それでは、到着いたしました。さあ、ご視聴ありがとうございました。お気をつけですね、お忘れ物ございませんよ。お気をつけください。北九州空港です。ご利用いただきましてありがとうございました。乗り降りの際は足元にご注意ください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。